と私は売り場へ行ってずっとこうお客さんの行動を見ていてね、やっぱり包装あの綺麗な本を持っていくんだというところからこれは売れるなっていうふうに思ったんですね。直感的に本屋の親父は売れないって言っても私は売れると思ったのね。よくよそではその今勧誘中ですから後から電話しますとかがまあ一般的ですよね。うちの場合はお客様からの電話だったら必ず出ろと、会議の途中でもあのいつも言うんですけど、お客様の電話よりも大事な会議はあるわけないんだと。だってお客様がいない会社はないんですから、お客様がいるから会社が存在してるわけですから。ただマーケットが小さくてもそこで1位になることの方が大事なんですね。そうすると価格決定権も取れますし、利益もすごい取れますし、あの売上規模じゃないと私は思ってるんですね。だからそういうマーケットをいくつ持ってるか、そういう商品をいくつあるかがその会社の強みだと私は思ってるんですよね。私が作ったマーケットですから、あの予想が来ましたけど全部撤退していきますんで、うちの機械しかマーケットにないはずですよ。皆さんこんにちは、ランチェスタマネジメント株式会社の川部芳郎です。本日は東京都板橋区にあります株式会社大和ハイテックスさんの本社にお邪魔しております。皆さんこちらご存知ですか？今日の主役は実はこのコミックではなくてですね、本屋さんで見かけるこういうコミックを包んであるビニールの包装紙、これを、まあ、包装する機械を作られている会社さんなんですね。どんなお話になるのかとても楽しみです。それでは皆さん行ってみましょう。でその、まあ、メインにされているお客様というのが、先ほどこういうシュリンクフィルムを使われる、はい、あの書店さんということ。そうですね、あの創業した頃はですね、はい、あの全国の書店さんで、はい、あのこういうビニール包装をしているという本屋さんは一軒もなかったですね。ゼロだったんですか？はい、で私がですね、まあ、書店さんに伺って、お金を出して買う人は綺麗な本が欲しいだろうと、いうふうにこう売り場をですね、まあ、2時間3時間見ていてね、あの先生もおそらくそうだと思うんですけども、はい、週刊誌を買うときね、はい、平積みの一番上のやつをパラパラめくるんですけども、はい、レジ行くときは下から抜いていくという。いやバレてますね。そうですよね。3部ぐらい下のやつを抜きますね。あのやっぱり、ね、お金出して買う人はね、そういう心理なんですよね。なるほど。放送しても売れるぞという考えで始めたんですけどもね、はい、ところが最初はそうはいかなくてね、あの書店さんの親父にね、お前これ中身見せないでどうやって本売るんだと、売れるわけないぞという話が最初でしたね。なるほど。